次は気空しごっこだよ。ミカエル姉ちゃんは魔物役ね。魔物だ、私がやっつけちゃうぞ。うん、僕がやっつけるんだよ。待ってくれ、もう少しわらわたちに休息を。ミカエル、嵐に飲み込まれたか。まさか子供たちの面倒を見るのがここまで過酷だったなんて。すまねえみんな。元はといえば俺があの時。孤児院の院長を休ませる？ああ、うちで弁当を買ってくれる常連のおっちゃんなんだけどよ。ろくに休みも取らずに何十年も子供たちの面倒を見続けてるみてえなんだ。それで週末は店を閉めて孤児院の子供たちをここに呼ぶと。そういうこった。せめてうちで預かってる間に羽を伸ばしてもらいたくてな。だから今週末は店は休みだ。間違えて来るんじゃねえぞ。ウリエル、水臭いじゃない。何？案ずるな。ガブリエルは水が臭いと懸念を示したわけではない。なことは分かってるよ。水にはこだわってるからな。軽妙に妙なやり取りをするな。だがわらわたちの意志は同じようだ。その子供たちのお世話、私たちも手伝うわ。なんでそうなるんだよ。俺が勝手にやることだぜ。新たな風を待つ小鳥は巣の中で翼を広げるか。ああ、わかりやすく頼む。面白そうだからだ。まあ好奇心もあるが、ウリエルには料理を含めていろいろと世話になっている。どうにか恩義を返さねばと常々思っていたところだ。ミカちゃんはこの店の2階にずっと住まわせてもらってたものね。おいおい、そういうのは互いに一個なしだろ。というかお前らは客と提携農家で。はいはい、いいから。頼りになる末っ子さん、せっかくの機会だもの、4人で楽しくやりましょう。まさかここまでやんちゃな奴らが集まってくるとはな。最初は楽しく遊んでいたけど、もう4人ともヘトヘトよね。いかに排水設備を整えようとも嵐を完全に克服することはできない。何の話だ？ミカちゃん、解放されたのね。ミカエル姉ちゃん倒した！次は魔物の群れだ！あの3人をやっつけるぞ！僕が全員倒すんだ。ううん、
私が倒しちゃうもんね。僕だよ。私だもん。おいおい、喧嘩すんなって。じゃあ早い者勝ちだ。行くぞ。待て、これを見て落ち着け。いないいない。ウリッシュ。すまん、無理だった。何時の挑戦をたたえよう。これおお。最後の力を振り絞って。ミカちゃんは何を？これは晩ご飯。いいの？よし、じゃあ皮むきだ。俺がまず手本を見せるからな。ウリエルお兄ちゃん、調味料を混ぜたよ。おお、バッチリだぜ。そんじゃ次は。さすがはウリエルね。末っ子だけどお母さんみたい。わらわは幼稚園での勤務経験から、食事をとれば子供たちが落ち着くのではと思っただけだが。よもや料理教室を開くとは、何か意図があるようだが。あ、人参だ。いっぱい入れちゃう。何を言ってるの。出すならお肉だよ。人参だもん。お肉だ。二人とも、喧嘩はそこまでだ。どうして人参や肉を足そうと思ったんだ？だって、人参好きだから。お肉の方が美味しいって。言葉で伝えるより、味わってもらう方がいいか。よし！後でみんなに振る舞うつもりだったが、二人には特別に味見してもらおう。食べちゃってもいいの？おお、だが内緒だぞ。なんで内緒でくれるの？まあ気にすんなって。ほら、一口ずつ食べてみてくれ。喜んでもらえて俺もすっげー嬉しいぜ。嬉しいの？ウリエルお兄ちゃんも？おお、みんなに喜んでもらいたくて一生懸命作ったからな。お前たちも味わってみたくねえか、料理人の気持ちをよ。僕たちも？でも上手にできるかな。できるさ。隣の友達が笑ってくれるように考えながら作ればいいんだ。自分が食いたいものを作る、それもいいが、食わせた相手が喜ぶものを作るってのも楽しいもんだぜ。そうなんだ。じゃあ私もやってみる。人参好きなんでしょ。僕が人参入れてあげる。私はお肉入れちゃうね。うわ、すげえ量。こりゃ他をいろいろと調整しねえと。骨が折れそうだぜ。
じゃ、手を合わせて、いただきます。いただきます。お肉がゴロゴロで美味しい。わー、人参甘くて美味しい。でしょう、僕が人参を大きめに切ったんだ。うーん、私もお肉が多いとこよそってあげたもん。よかったな、二人とも。だがゆっくりよく噛んでくれよ。はい。ご苦労だったな、ウリエル。こっちこそ、準備とか掃除とかいろいろ手伝ってもらえて助かったぜ。でも本当にすごいわ。喧嘩していた子供たちを団結させてしまうなんて。そんなんじゃねえよ。俺はただ料理を教えただけだ。ふん、汝の風は分かりやすい。料理を教えるのは単なる名目だろう。相手を喜ばせる心遣いは自分にも返ってくるって伝えたかったのよね。説教臭くならぬよう自然と子供たちを導くとは、貴様は教師に向いているかもな。ああ、もううるせえ。もう少し静かに食え。食べ終わったら聞く足ごっこね。力を合わせて4人を倒そう。うん、ウリエルお兄ちゃんたち、魔物役よろしくね。はい、どうぞ。ウリエルさん、本日はありがとうございました。おお、院長のおっちゃん、子供たちはもう寝たのか。ええ、ぐっすりと。よっぽど楽しかったのか、すぐに寝入ってしまいました。そりゃよかった。おっちゃんも少しは休めたか。はい、そりゃあもう孤児院の卒業生にあって変わってしまっていましたがね。おっちゃん、そちらの鍋は今日作ったシチューですか。ああ、少し残ってるが食うか。いただきます。やはりウリエルさんなら。え？あのウリエルさん、ご厚意で助けていただいたのに、さらに頼み事で申し訳ないのですが、サザク料理コンテストに出場してもらえませんか。サザク料理コンテスト？サザクの町の料理人が集い、料理の腕を競い合う一大イベントです。長い歴史を持つ由緒あるコンテストですよ。聞いたことはあるが、コンテストに出られるのは実績のある料理人だけだろ。実は私、孤児院を営む前は料理人をしていたんです。大した腕ではないのですが、推薦する権利を持っていまして、ウリエルさんをぜひにと。推薦？どうして俺なんだ。あなたの料理ならば必ず新たな風を吹かせられる、そう確信したからです。お願いできますか。
事情は正直よくわからねえが、俺にとっても悪い話じゃねえ。挑戦させてもらおうじゃねえか。こちらこそよろしく頼むぜ。ありがとうございます。私もできる限りのサポートはさせていただきます。どうして？サザク料理コンテストに出場してもらえませんか？風が運んだ噂によれば、サザク料理コンテストでは芸術性や美的感覚が重要らしい。歴代の優勝レシピはどれも斬新かつ華やかだ。要するに見た目重視か。芸術が盛んなサザクの町らしいぜ。大会の要項を調べたが、用意された食材を調理して審査員に振る舞うシンプルな形式だ。審査員の面々は毎年異なるが、美食家のサバランという者が筆頭となり選出するようだな。へえ、そうなのか。いろいろ調べてもらって助かるぜ。他ならぬユリエルのためですもの。みんなで助けるに決まっているわ。さて、もうそろそろ。失礼します、ウリエルさん。レオン先生。せっかく来てもらって悪いけどよ、今日はもう店は。ええ、分かっていますとも。今日はウリエルさんの才能開花のため、ぜひお力添えしたく。では例の人気店が予約できたんですね。花はいつか枯れるものです。そうでしょ？は、花？当然と言ってるのよ。さすがはレオン先生です。よくわかんねえんだが、人気店って何のことだよ。来ていただければわかります。ではまた明日会いましょう。まるで美術館だな。なんだか落ち着かねえぜ。皿も金ピカじゃねえか。これに料理を盛り付けるのか？いえ、この皿はアンダープレートです。食事が来る前に下げられます。なんだそりゃ。単なる飾りってことか？歴史や事情はありますが、その認識で相違ありませんよ。うへぇ、これも文化ってやつか。さすがは人気店アルダン、いきなり洗礼を受けたわね。風が運んだ噂によれば、サザクの街で今最も人気が高く予約が取れない店らしい。
美を重んじた料理が特徴で、サザク料理コンテストでも優勝候補と目されているようだ。なあラファエル、昨日から様々な料理系雑誌を小脇に抱えているようだが、貴様の言う風とは雑誌のことなのか？風は風だ。うわ、皿でけえ、スペースが有り余ってるぞ。こちらは皿の縁に汁がこぼれているようだが、ソースを絵の具のようにして彩っているんじゃないかしら。パンが美味だ。おいおいおい、今度は逆に一皿に何品乗ってんだ。小物がたくさん円状に、まるで虹のようだ。色相感になっているのね。なんだか食べるのがもったいないわ。パンが美味だ。肉が花びらみたいに、こんな乗せ方があったのか。苦しい。パンを食べ過ぎた。大丈夫？パンがなくなったそばから次々におかわりが来るものね。いかに風の天使といえども、パンの風は止められなかったか。アルダンの料理長です。料理はお気に召しましたか？ああ、美術品みたいに綺麗でよ。新しい世界を知った感じだぜ。ご満足いただけて何よりです。あなたの貧乏臭い料理では勝てないと理解できましたか？存じていますよ、ウリエルさん。敵情視察に来たのでしょう。まったく。父さんがなぜあなたを推薦したのか理解に苦しみますね。お前もしかして孤児院の院長の？はい、私は孤児院の出身でして、父さんから料理を教わったのです。あなたの料理は覗き見ました。美しさなど頭にないことがすぐに分かりましたよ。サザク料理コンテストの品位を落とさないうちに、さっさと辞退をお願いします。てめえ言わせておけば。当日までに身につけてやるよ、美しい料理ってやつをな。頑張ってください。もしうまくいかなくても、優しいお仲間が慰めてくれますよ。なんだと？何ですか？落ち着いて、二人とも。一週間後、コンテストの当日にその熱量をぶつければいい。お会計お願いします。こちら伝票になります。タッキー、てめえやってるだろ。適正な価格ですよ。では支払いは私の方で。レオン先生、いつもありがとうございます。あなたの才能にも期待しています。才能をぶつけ合う経験は互いに良い効果をもたらすでしょう。はい。
正直驚いたよ。本当に豪勢なフルコースを作れるようになってしまうとはな。三人がとっくに付き合ってくれたおかげだぜ。ガブリエルは美術面の指導、ミカエルは皿を舞台に見立てて配置や構成を教えてくれて、もちろんラファエルの野菜のアドバイスも役立った。ああ、人参の飾り切りなど美麗な料理は習得できただろう。だが何時の風は。ラファエル？来たんですね。てっきり家で泣いているかと。コンテストが終わった後、ベソ書いてんのはそっちだぜ。威勢だけはいいですね。すぐに思い知らせてあげます。有望なる料理人諸君、料理の祭典へようこそ。私と共に審査を務める最強の美食家軍団を紹介しよう。まず副審査委員長、団長たちだ。緊張しますけど精一杯審査しますね。な、得意点たちが審査員。私がぜひにと頼んだのだ。彼らの本業は気空師だが、料理人としてもエクセレント。まあいろいろやってきたからな、今日はよろしく頼むぜ。では制限時間は半刻、クッキングスタート。まずは食材の確認からか。いきなり山場だな。珍しい食材が揃っていたらさすがに対応しきれないものね。頼むから名前のわからねえ野菜は勘弁してくれよ。おお、人参、じゃがいも、玉ねぎ、ブロッコリー、キノコ類など。よかったですね。どんな青果店でも手に入るごくごく一般的な食材ばかりだ。隣のスペースからちょっかいかよ。随分と余裕じゃねえか。ええ、実際余裕なので、もうアミューズは作り終えました。なんだと。どうぞご覧ください。野菜のオブジェです。さすがは人気シェフだな。糸状の野菜が繊細に絡まり合い、まるでガラス細工のようだ。シェフの兄ちゃんすごいね。あんな速さで作っちゃうなんて。ウリエルお兄ちゃんの方は大丈夫かな。あら、あなたたちは。見届けに来ました、二人の戦いの行く末を。経験値の差は仕方ねえ。だが今回の食材なら。あなたにも勝機がある。まさかそう思っていないですよね。オーソドックスな食材こそ最もセンスを問われるものです。ポテトの水蓮花仕立て、ブロッコリーフォレストの冒険、シェフの気まぐれキノコ迷路。な、前菜を3品も作ったのか。ちんたらやっていたら暗黒なんてあっという間ですよ。すごい、あんな料理見たことないよ。これが彼の芸術センス。
美術品のような仕上がりだわ。チッ、俺も早く手を動かさねえと。だがフルコースの構成は食材をどうやって美しく仕上げる。はい、よし、できた。冬の落ち葉をイメージして炒めた野菜を皿に散らせば。ただの野菜炒めじゃないですか。それにフルコースのどこでそんな料理を出すんですか。構成がまるで見えませんよ。まだ冬の山をより具体的に作る特訓の成果を生かして。できた。この冬山を前菜にする。そんで次はスープを。こんにちは、ウリエル兄ちゃん。ねえねえ、これってどうやって食べるの？よっ、お前たちはここは料理人のエリアだぞ。だって気になったんだもん、変なの作ってるなって。へ、変？いやいや、めちゃくちゃ綺麗だろ。うん、綺麗。人参が丸々一本立っててお山みたいになってて。おお、インパクトあるだろう。雪みたいにホワイトソースを散らして周りの野菜は枝葉の形に切って。でも食べづらそう。何？ウリエル兄ちゃん言ってたよ、隣の友達が笑ってくれるように考えながら作るのが料理だって。確かに綺麗だけど、僕はあんまり嬉しくないな。なんかもったいないし。私も、料理って食べるものだもん。人参がお山だと美味しいの？じゃあね、ウリエル兄ちゃんもシェフの兄ちゃんも、どっちも応援してるから。まったく、何をやってんだ俺は。コンテストだろうが、料理を誰かに振る舞うって意味じゃ普段と何も変わらねえ。だったら俺がやることは。惜しいな、色合いのバランス、盛り付けの見せ方が悪い。美味しかったです。一口でいろんな味が楽しめて。もう難しいぜ。採点ってどうすりゃいいんだ。確かスープは味が濃すぎちゃダメとか。得意点たちも立派に審査員を務めているな。満場一致で高評価の料理人はまだいないみたいね。あ、次、シェフの兄ちゃんだ。よろしくお願いします。うん、最近噂のアルダのシェフか。どれどれ。これは、うわあ、綺麗な料理がたくさん。フルコースをご用意しました。本来は順に運ばれる想定ですが、今回は同時に並べています。うやあ、時間内にこんだけ作ってんのか。目で味わえるぞ。まるで料理の宝石箱だ。決まった。どれ、味の方は。うん、野菜の食感に違和感はあるが全体的によくまとまっている。た
食べられる芸術作品、なんかそんな感じだな。ここまでで一番の高評価みたい。さすがは優勝候補というところかしら。野菜が泣いていた。え？芸術的な加工は素晴らしいが、あの切り方では野菜の風味を損なう。いくら見た目が評価されようと、その点を見逃す審査員ではない。これが俺の一品だ。ん？文字通りの一品。このシチュー一杯だけでいいのか？ああ、もちろんだ。美味しそう。でもすっごく普通のシチューだね。いいのかな？みんなたくさん作ってたのに。晩酌尽きたか。いつものウリエルシチューをそのまま出すとは。勝負を捨てましたか。がっかりですね。じゃあいただきますね。見ろ、あまりに貧相な料理にサバラン先生も泣いているぞ。意味だ。優しい、なんと優しいのだ。素朴な旨味が舌を包み込み、幸福感で満たして離さない。私は母の腕の中にいるのか。野菜の甘みがたっぷりで、ウリエルらしいまろやかな味。でもなんだ、いつもよりさらに優しいような。そうか、複雑な味付けを減らしたのだな。その通りだぜ。審査も終盤に差し掛かって、さすがの先生方も舌が疲れてるだろ。今一番美味しいと感じてもらえるように、いつもと調理法を変えたんだ。フリエルさん、私たちのことを考えて。振り返ってみりゃ、俺が考えてきたのはそれだけだったんだ。斬新な料理じゃねえが、お客さんに喜んでもらえるようにな。審査は以上だ。10人十色の料理だったが、協議の末に結論は出た。サザク料理コンテスト栄えある優勝者は、ルダンのシェフ。負けちまったか。そしてウリエルキッチンのシェフ、ウリエルだ。お二人の同時優勝です。二人ともすごかったぜ。おめでとう、ウリエル。おめでとう。ありがとうな。特訓の成果は活かせなかったが、普段の料理が活かせたのだ。これ以上の勝利はない。確かにそうだな。おお、お前か。
結局勝負は引き分けだったな。いいえ、今回は私の完敗です。私は大切なものを見失っていました。美しさばかりを追い求めて、お客様への心遣いを。それが分かったならもう大丈夫だよ。父さん、先日私がアルダンに行った時、料理の出来にばかり気を取られて客の顔を見ていなかったね。ウリエルさんの姿勢から料理の原点を学んでほしくて、だから出場をお願いしたんだ。じゃあ僕のためにわざわざ。ウリエルさん、本当にお世話になりました。何かお礼をさせてください。私にできることなら何でも。そうだな、そういうことなら俺に料理を教えてくれ。え？お前の言う通り、俺には見た目で楽しませるって発想がなかったからよ。まあなんだ、やってみてお前の凄さは分かったし、その技術を学びたいっていうか。それは嫌です。な、何でもじゃねえのかよ。調子に乗らないでください。料理人の技術は人生の全てです。そうやすやすと教えられません。あなたの料理と交換です。教え合うなら別にいいですよ。お前、ああもちろんだぜ。ウリース、奥の席へどうぞ。弁当の注文か？すぐ行くから少し待って。